る放射線廃棄物としてあちらの敷地内でですね、30年から50年の一時貯蔵が行われます。30年から50年はい。最初から発生いたしました放射能レベルの低い廃棄物を黄色いドラム缶の中に入れます。そして入れたものをですね、日本各地の原子力発電所から心岡市村まで運びまして、ライトの後ろ側にございます地下12メートル深く掘ったところで埋設管理が現在行われております。最終処分所になりますけども、現在はすでに約20万本のドラム缶を受け入れております。以上ですね、右手側の再処理工場から小渕沼を挟みまして、こちらウラン濃縮工場までが原子燃料サイクル施設でございます。この岡島はですね、一年中通して強い風が吹くということで、このようにたくさんの風力発電が建設されておりますけども、34基がこの辺りに建設されているので、こちら44基がすでに完成して運営を行っています。いるんですけども51基ございます。全体で約490万キロリットルの原油が備蓄されておりまして、青森県で例えますと1年半分、日本では1週間から10日分の消費量に相当いたします。こちらはですね、国家石油備蓄基地でございまして、日本にはですね、こういった備蓄基地が10カ所あります。六ヶ所村が第1号として設置されておりまして、北海道に続いて2番目に大きい基地でございます。こちらではカナダ産のウラン鉱石を展示しております。こちらのウランの石なんですが、日本ではほとんど取れませんので 100% 海外からの輸入に頼っております。なるほど、グレーなところは使えなくて、このちょろっとキラキラしてるのがウラン。加工させまして、ロックフッカウランという形にしていきます。こちらまでが海外で行われております。その後海外から六ヶ所村にございます濃縮工場へと原料ウランを運んでいきます。そして燃料となりますウランには燃えやすいウランと燃えにくいウランの2種類がございます。先ほどご案内しました天然ウランの中には燃えやすいウランが 0.7% しか含まれておりませんので、原子力発電所で電気を作ることができません。そのためこちらの濃縮工場で燃えやすいウランの割合を 3% から 5% まで高めていきます。その後は茨城県などにございます再転換工場へと送り加工いたします。二酸化ウランにしまして、こちらの成形加工工場で燃料を瀬戸物のように焼き固めていきます。その焼き固めたものをペレットと申しますが、こちらに模型がございます。実際のものと同じ大きさでございます。ちっちゃいですね。はい、一粒で一般家庭の約6ヶ月から8ヶ月分の電気を賄うことができます。まず細い金属管の中にペレットを詰め込んでまいります。束ねたものを燃料集合体と申しますが、こちらがいわゆる原子力発電の燃料となるウラン燃料でございます。実際のものと同じ大きさでございまして、長さが約4メートルございます。このようにして燃料を組み立てた後は、日本各地の原子力発電所へ送りまして、約4年間ほど電気を作ります。そして使い終わった燃料、使用済み燃料を再処理工場へと送りまして、発電の際に燃え残ったウランや、発電の際に新しくできたプルトニウム、リサイクルできる部分を取り出しまして、また新たに原子力発電の燃料として利用していくことになります。現在の計画ではウランとプルトニウムを混ぜ合わせたモックス燃料というこのような燃料を組み立てていきます。そして現在ございます原子力発電所で利用していくプルサーバルといった計画が進められております。日本各地をドライブして大地から出る放射線の違いをご覧いただくことができます。こちらはですね、三沢空港から羽田までフライトをして、高度が高くなるにつれて放射線量が高くなっていきますので、その違いがご覧いただけます。
ちょっとゲームセンターみたいになってますね。そうですね。こちらが発電機になりますけども、レバーを勢いよく回しますと自分の力でも電気を起こすことができます。こちらにですね、電気がついて絵が現れてきます。なるほど。回してる間はですね、電気はついてるんですけども、手を離してしまいますと電気は消えてしまいます。溜めておくことができないということですね。なるほど。もう一つ放射能と放射性の違いについてご紹介いたしますけども、言葉が似ているようですが全く意味が違うということで、このように身の回りのものに置き換えてご紹介しております。例えばストーブですと、ストーブ自体が放射線を出すものだと、放射性物質と例えます。まずですね、熱を発生する能力が放射能になりまして、そのストーブから出ている熱が放射線に例えることができます。なので、ストーブ自体がポンと出てくるのと、熱が出てくる、放射能と放射線が出てくるのでは全く意味が違います。そしてストーブからですね、離れれば離れるほど熱が伝わってくるのが弱くなっていくのと同じように、放射能を持つものから離れれば離れるほど強さは弱まります。またストーブをですね、ずっとつけてますと、どんどんですね、石油もですね、燃料も減ってきて弱くなっていくのと同じようにですね、放射能もですね、時間とともに放射性、熱を出しながら時間とともに弱くなっていきますので、ずっとそのまま放射性が出ているわけではないですね。つまりですね、放射性と放射能の違いについて扇風機やホタルなどにも例えてご紹介しております。このようにアルファ線やベータ線、強いものですと中性子線がございますけども、こういった形でさまざまな種類があります。物を通り抜ける力の強いものと弱いものがございます。こちらで実際に遮蔽実験ができるようになっております。このようにアルファちゃん、ベータちゃん、放射線を測る機械があります。後ろにはですね、放射線を出すものが設置されております。ここに実際に放射線が出てるんですか、はい、この中で、はい、え、こちらがウランの石ですね、はい、ウランからもですね、このようにピッピッピッと反応してます。石はどこにあるんですか。こちらの後ろに小さい石が、あ、はい、はい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 、この石から出たからはアルファ線という弱い放射線が出ておりまして、このアルファ線というのは数センチしか飛びませんので、こちらのですね、紙1枚などで遮ることができます。ゆっくりとですが、どんどん下がっていきます。あ、そうかそうか、今紙で遮ってるんですね、はい、です、下がってきました、止めてる状態です、はい、またこちらのベータちゃんなんですけども、上がってきた、上がってきた、ないですね、はい、アルファ線よりも強い放射線を出しますので、はい、紙1枚では止めることができないんですけども、こちらのですね、薄いアルミ板などで遮ることができます。あ、下がっていった、下がっていった。で、最も強い中性線とかになりますと、水や熱い鉄筋コンクリートなどで遮ることができます。こういった形で放射線というのはですね、必ず何かで止めることができます。線を出しながら、熱を出しながら弱くなっていくんですが、半分になるまでの時期を半減期と呼んでいます。例えばウランですと、ウラン235の半減期は45億年、45億年経ちますと半分に減っているということです。え、45億、はい。先ほど言いましたように、ウランというのはですね、アルファ線と弱い放射線を出しまして、弱い放射線を出しながらちょっとずつ弱くなっていってるんですね。なのでこれだけの時間がある、半減期が短いほど強い放射線が出ているということになります。例えばナトリウムになりますと 15.0 時間、うーん、はい、私たちは身の回りから出ている放射線を受けております。どういったものから受けているかについて、こちらで1番から4番まで内訳としてご紹介しております。まずですね、大地からも放射線が出ております。大地の筒の中にはウランやこういったですね、トリウム、カリウムといったものが含まれておりまして、これらはですね、地質の違いによって地域によって違います。青森県の中だけで見ましても、津軽地方に行くにつれて大地から出る放射線は高くなっています。またですね、東日本と西日本を比較しますと、東日本より西日本の方が倍ぐらい高くなってます。
こちらにはですね、花崗岩などが多く存在するということで、割とですね、西日本の方が倍ぐらい高くなっています。そして続いて2番ですが、宇宙からは絶えず宇宙線が降り注いでおりますので、高度が高くなるにつれて放射線量は高くなっていきます。飛行機に乗りますと普段よりも多く受けていることになります。またお家の中にいましても、木造建屋ですと宇宙線が木造木を通り抜けてお家の中に入ってきます。また例えばコンクリートで作られた建物の場合は、コンクリートからも放射線が出ておりますので、まあどこに行ってもですね、放射線というのは存在するということですね。そして食べ物の中にはですね、カリウム40などといった栄養素の一つである放射性物質が含まれております。このようにですね、あらゆる食べ物の中には必ず放射性物質が含まれております。食べ物を食べることで私たちは体の中で放射線を受けております。またですね、このカリウム40というのがですね、私たちの神経や筋肉の機能を正常に保つ役割をいたしますので、体の中で一定に保つようになっております。そのため私たちからもですね、放射線が出ております。ただ先ほど言いましたが、空気中にはラドンという放射性物質が存在しますので、呼吸をするために体内に取り込んでおります。世界平均の3分の1ぐらいなんですね、日本は。そうです、世界平均は 2.4 ミリシーベルトです。で、日本は 1.2 と少ないんですけども、ブラジルなんかに行きますと10ミリシーベルトでしたね。なんでですか？そのブラジルの方に行きますと、そういった地質の違いですね。はい、湯の花や肥料、花崗岩、昆布、これらからも放射線が出ていますよということで、こちらのベータちゃんを使って一つずつ測定することができます。これを回すんですね。はい、回しますと測定することができるんですが、今これ何を見てるんでしょう、はい、昆布ですね。そのものによっても出ている放射線量が違いますので、この4つの中ですと湯の花が一番高いです。振り切りますね。こちらは温泉成分の塊で、入浴剤などにも使われているんですけども、振り切ってますね。はい、肥料にはカリウムが含まれておりますので、で花崗岩の中にはですね、なので赤石なんかも、墓石なんかもですね、ウランなども含まれておりますので、そちらからも放射線が出ております。胸のレントゲン写真1回受けると 0.05 ミリシーベルト。他年間1人当たり 2.4 ミリシーベルトの自然界から放射線を受けておりますけども、一番下に 0.022 という数値がございます。最初に工場をですね、運転中わずかですが取り除けなかった放射性物質が大気中や海に放出されます。それによって受ける影響というのが、年間1人当たり最大で見積もっても 0.022 ミリシーベルトですよという評価値がこちらでございます。自然放射線量と比較しても100分の1程度と大変低い数値であることがお分かりいただけるかと思います。普段から一度にこういった放射線を受けておりますので影響がないんですが、じゃあどのぐらい受けたら放射線にの影響があるかと言いますと、一度にだいたい1人当たり約500ミリシーベルト以上の放射線を受けますと、人体に何らかの影響が出てきます。まあ、こちら200で500で、こちら1000ミリシーベルト、まあ、こちらぐらいの放射線を受けますと人体に何らかの影響が出てくるということですね。珍しい装置なんですけども、日本にも数台しかないものなんですが、中を覗いていただきますと白い雲のようなものが出たり消えたりしている様子がご覧いただけるかと思います。はい、こちらが今実際に私たちの身の回りを飛び交っている放射線の通った跡でございます。放射線がどこにでもあると言いましても、目には見えませんし体で感じることがないので、
やはり怖いというイメージもお持ちなんですけども、こちらは今実際のものをご覧いただいております。中で発生しているわけでもありませんし、模型でもありません。今実際に主に宇宙から降り注いでいる宇宙船になりますかね。私たちからも出ていますし、コンクリート建物からも放射線が出ております。やはり放射線にも種類がありますので、その種類によっても若干見え方が違って見えるのがあります。ございますが、手すりの下をご覧いただけますでしょうか。水が入っている貯蔵プールの模型がございます。まず使用済み燃料というのは高い熱を持っていますので、それぞれの発電所で1年以上燃料を冷やして放射能をですね、落ち着かせてから六ヶ所村の再処理工場へ運んできます。そしてまたさらにですね、こちらで3年以上冷やしていきます。その後、今ちょうど動いております、こういったクレーンを使いまして冷えた使用済み燃料を1体ずつ引き上げます、はい、そして横に倒しまして、こちらのクレーンは左手側へと動き、次の工程先端機へと送ります。先端、はい、次はこちら左手。燃料は約4メートルととても長いので、作業を行いやすくするために3センチから4センチ幅に金属ごと切っていきます。切ったものがこちらの細い筒を通りまして下へと落ちていきます。そして溶かす工程へと送ります。切って下に行くと、3センチに切って溶かす、はい、溶かすんですね。金属ごと切っていきますので、金属の中に入っている燃料を溶かしていきます。今ちょうどですね、細かく切ったものが上から下へと落ちてきます。はい、中には硝酸溶液が含まれております。細かく切った燃料を一定時間浸しますと、燃料の部分が溶けていきます。ちょっとこちらテレビ画面でご紹介します。溶けた燃料の中に使えるものと使えないものが混ざり合っておりますので、次の工程で分けていきます。また燃料を持っていた金属管、溶けずに残りますので、手前から取り出して廃棄物として保管いたします。それでは分離工程が左手側になります。こちらはですね、溶けた燃料を電気で表しております。黄色がウラン、緑色がプルトニウム、赤は廃棄物を表しております。燃料の中に混ざり合っておりますので、こちらにございます灰色の細長い装置を使いまして分離を行います。上からは先ほどご紹介いたしました溶けた燃料を流し込みます。そして下からは油の一種を流し込んでいきます。そうしますと、ウランとプルトニウム、使えるものは油にくっつきやすい性質を持っておりますので、上へと集まっていきます。そして使えない部分は油にくっつきにくい性質を持っておりますので、下へと集まっていきます。そして上に集まったウランとプルトニウムを取り出しまして、右手側にございますもう1台の装置へと送り、さらにウランとプルトニウムを分けていきます。ウランの方が油にくっつきやすいので上に集まって、プルトニウムは下に集まっていきます。青いのが油でくっついて上に集まっていってるっていう、っている廃棄物をそれぞれですね、取り除いていきます。で、きれいにした後はこちらですね、一旦ですね、ウランとプルトニウムを分けているんですが、ここで混ぜていきます。分けているんですけども、同じ量のウランを混ぜ合わせて脱焼します。というのはですね、プルトニウムなんですが、日本は核兵器を持たない国なので、プルトニウムだけを持つのは禁じられています。なので、一旦分けたものをこちらでですね、同じ量のウランを混ぜ合わせて、核物質防護の一つとして、ウラン、プルトニウム混ぜ合わせた状態で製品貯蔵いたします。これ MOX ってやつですか？それとはまた別に。そうです。こちらがボックス燃料として使われるんですね。はい、こちら脱焼では硝酸を取り除いて粉末にしていきます。
硝酸を飛ばして粉末の状態でそれぞれ製品貯蔵という形になります。ブラジル液を圧縮の中に隠れのように入れ込んだ加熱乾燥して硝酸を取り除き、これが最初に工場の一連の流れでございます。高油炉というところで溶かしたガラスと廃棄物を混ぜ合わせていきます。なぜガラスが使われているかといいますと、ガラスは熱や放射線に強い長期的に安定した物質であることからガラスが使われています。で、方形酸ガラスというガラスを使っているんですが、理科の実験で使われているフラスコやビーカー、ああいったものは熱とか薬に強いんですけども、こちらと同じ成分のガラスを使っています。で、混ぜ合わせた後はこちらのステンレス製の容器の中に入れて安定固化させます。こちらをですね、高レベル放射性廃棄物ガラス固化体といいまして、実際のものと同じ大きさでございます。高さは約130センチ、重さは約500キログラムございます。高さ16メートルある収納管の中にガラス固化体を縦に積み上げていきます。1本の収納管の中にガラス固化体が9本入っています。そして収納管の両脇に風を通す隙間を設けておりますので、建屋の横から入った自然の空気を使って間接的に冷却貯蔵いたします。このような形で30年から50年間の一時貯蔵が行われます。放射能というのは熱を出しながら時間とともに弱くなっていくんですけども、こちらに含まれている放射性物質の半減期がほとんど約30年です。30年経ちますと熱も弱まってますし、放射能の量が半分に減っています。その後地下300メートル以上掘り下げたところに地層処分ということになります。最終処分場なんですけども、現段階ではまだ決まっていません。日本のどこかで処分することになるんですけども、まだですね、募集をかけていてまだないという状態です。まあ、最近の話題ですと高知県秋田県の方で名乗りがあったんですけども、反対の声が大きくてですね、白紙撤回になったという状態です。それに伴って発生した廃棄物燃料は日本の持ち物ですので、こういった形で返還されてきています。はい。で、今現在フランスから返還されてきたものが終了しています。はい。平成7年からフランスから返還されてきたものを受け入れて六ヶ所村で貯蔵を行っています。そして今これからイギリスから返還されてくる予定です。あ、全部合わせて2000数百本ですかね、イギリスとフランス合わせてと40万本ですね。40万本、はい、40年間で40万本のガラス固化体が発生する。はいはい。で、それを六ヶ所村で30年から50年間一時貯蔵する予定です。この断面図でございまして、先ほどお話してきたウランやプルトニウムを扱います装置類は一つずつですね、こういった小さな小部屋の中に閉じ込められています。万が一事故が発生した場合、被害が拡大していかないような構造でございます。そして周りはですね、放射線を遮るために厚さ1メートルから2メートルのこのような鉄筋コンクリートで覆われております。放射線というのはですね、厚い鉄筋コンクリートので遮ることができますので、実際のところは倍ぐらいの厚さになっております。こういった形で中の放射線が外に出ていかないように閉じ込めております。そしてまた中へ行くほど気圧を低くしておりますので、外の空気は中へと入っていきますが、中の空気は外に出ていかないような構造です。そのため窓も一つもついておりません。で、中の空気はどうするかと言いますと、フィルターを通してきれいにし、安全を確認した後、高さ150メートルある排気筒から外へと放出いたします。外へ出してるんですか？はい、フィルターを通して放射性物質を取り除いてから外に放出しています。ですが 100% 取り除くことができません。 99% ぐらいですかね。で、わずかながら大気中に放出します。液体廃棄物も蒸発濃縮処理をして、はい、安全を確認してから海の方に放出しています。海に流すんですか？はい。といったことで、やはり漁業関係の人は反対をしているんですね。岩手県の方で液体廃棄物、中の空気をこういったフィルターを通してきれいにして外に放出しても大丈夫かどうか測定をしてから
あ、じゃあ確認してから吐き取ったら放出して。除かれた状態で放出されます。さらに異常な放出がないか測定により監視しています。ね、これから受ける影響というのが先ほど2回でご紹介した 0.02mg とか、だからゼロということはないんですね。残ったものは容器に入れて貯蔵します。液体廃棄物も蒸発濃縮処理して下に残ったものが低レベル放射性廃棄物になるんですけど、蒸発してた蒸留水がタンクに一旦貯められて測定して確認してから海へ放出しています。加工工場なんですけども、再処理工場で取り出したウランとプルトニウムを原料にしまして、ペレットに液化ため燃料集合体に組み立てています。でこちらの工場自体はまだできてないんですが、六ヶ所村の再処理工場に隣接して建てる計画でございます。こちらでできた MOX 燃料を現在ございます原子力発電所で利用していくフルサーマルといった計画が進められております。 MOX 燃料の場合はプルトニウムが 4% から 9% 含まれたものになりますけども、燃料の形や大きさはウラン燃料とほとんど同じですので、現在ございます原子力発電所で利用していくことができます。55基ある原子力発電所のうち16基から18基のフルサーマルの実施が計画されております。ですが点検や保守作業の際はこちらの装置を使います。中は気圧を低くしていますので、中の放射性物質プルトニウムが外に出ていかないような仕組みになっております。これグローブみたいなものですか？そうです、はい、こちら黒いゴム手袋ですね。中は気圧を低くしてますのでピンと張ってます。ゴムですか？はい、ゴム。混んできた原料ウランの中に燃やすウランが 0.7% しか含まれていないので、こちらの遠心分離器という装置を使って燃やすウランの割合を高めていきます。こちらが遠心分離器を上から見た映像でして、洗濯機の脱水機のように高速で回っています。この中に気体のウランを入れますと、2種類のウランは重さが違いますので、軽い燃えやすいウランが内側に、重い燃えにくいウランが外側へと集まっていきます。内側に集まった軽い燃えやすいウランを取り出して配管を通り、次の遠心分離器へと送ります。このように何度も同じ作業を繰り返して約 3% まで濃縮を行います。こちらについてはですね、遠心分離器は日本で開発された技術でございまして、他の国とは一切情報交換を行っておりません。また核兵器の材料ともなりますので、台数や大きさは全て機密事項になっております。なので本物の映像をご紹介することができないんですけども、で年に19回 IAEA 国際原子力機関の査察官が立ち入って核兵器などに転用されていないかどうかといった査察も行っております、全体で約100トン以上ございまして、ほとんどが輸送容器の重さです。中にはこのように使用済み燃料と水が入っていまして、周りに放射線を遮るために遮蔽体、熱を流しやすくするために放熱用品で覆われています。また上下には万が一落下した場合クッションの役割をする緩衝帯が設けられています。そうすると燃料はこれだけなんですよね？14体入りとか16体入り、何種類かあります。これをまあ14本に対してこの巨大なもので輸送をする、点検などで交換したフルーカーなどの金属類、また液体廃棄物になりますけども、できるだけ量を減らすために燃えるものは燃やしたり、液体は蒸発濃縮処理し金属類は圧縮していきます。その後セメントなどと混ぜ合わせてドラム缶の中へ入れていきます。右手側にございます青い輸送容器の中にドラム缶を入れまして、こちらも専用の船で運んできております。
間の